皆さんこんにちは。ですね、本日はですね、睡蓮付き本格ビオトープ作成キット、これの作成手順をご紹介させていただきたいと思います。まず最初に材料紹介ですね。こちらがプラボートが1つで、麻布ですね。これ土を、ね、仕切るための道具なんですけど、麻布が1枚で、あと植物がですね、長葉主高が2つと、斑入り石章が2つ、はい、で、あとロタラロトンジフォリアと、グロッソスティグマが1つずつで、あと植物本体睡蓮カゴ植えが1つ入ってます。はい、で、あとゴロタイシが、5個で、ゴロタイシの章が5個で、ミニホテヤオイが1つと、浮き草2種類入っているミックスパックっていうのが1つで、あと田んぼの土ですね。田んぼの土がこれ、まあ、3リットル分ですね。3リットル分と、あと、水質浄化土小粒っていうのが、これが、1袋分ですから、2リットル1袋分になっております。はい、これをですね、使って作っていきたいと思います。で、まず睡蓮とね、浮き草はね、乾燥に弱いので、作成中に乾燥してしまわないように、保管しておいてください。一旦ちょっとどかしますね。これね、作成して数日後のイメージですね。これ手前に睡蓮を配置しておりまして、で、こちらの方ですね、ちょっと水の中なんで分かりにくいと思うんですけど、奥の方に田んぼの土のちょっとね、小高い丘みたいなのができておりまして、そこに水生植物が植わっているという状態、こういうものを作っていきたいと思っております。まずですね、一番最初に水生植物の、植える丘を作っていきたいと思います。ついています、麻布の方をですね、このように設置しまして、で、ですね、この三角形ゾーンぐらいで小高い丘を作りたいな、水中の中でね、小高い丘を作りたいなと思ってます。で、一番大きいゴロタイシをこの辺に配置していって、こっちのね、田んぼの土が結構ね、水が含まれると柔らかくなって、ね、流れ出てってしまいますので、ここら辺でせき止めるための、ゴロタイシと麻布を設置するような感じですね。この時にね、自分のお好みの形状にしていただいて全然構わないですね。田んぼの土入れていきます。で、ね、入れていただく際の田んぼの土の扱いの注意点なんですけど、結構こういうふうにね、大きなダマができている場合もあるので、こういうのはできるだけ細かく砕いて、使ってください。そのまま使っていただくと、空間がたくさんできてしまいまして、その空間がですね、水を張った後に、潰れてですね、最終的にはこう沈殿してしまうということで、イメージしたね、小高い丘が あまり高くない丘になってしまうなんてことになりますので、ちょっとね、できるだけ潰し気味に、敷いていってください。で、植物を配置していきます。この時にですね、自分のなんかこうイメージがあれば、最初にこうどういう配置がいいかなっていうのね、ある程度ね、配置してイメージ出来上がってから設置していただいた方がスムーズにいくと思います。長葉主高は2箇所に分けて、で、斑入り石章がね、こうセンターに来るような感じで配置したいと思ってます。で、ロタラロトンジフォリアと、グロススティグマは何箇所かに分けてもらってもいいかなと思うんですけど、今回ロタラは2箇所に分けて植えたいと思うので、2つに割ります。割るときはね、こんな風に根元の方を手で割っていただいて大丈夫です。で、もしね、なかなか切れないときはちょっとだけハサミ入れていただいてもいいと思うんですけど、大抵根元の方でこういうふうに簡単に分けることができるので、
つの長葉もだかの足元にロタラロトンジフォリアが来るような感じ。こっちも同じように、でロタラロトンジフォリアはこう横にこう這うようにこう伸びていくので、こっちの方にもはびこっていくかなと。で長葉もだかはこのまままっすぐ立ち上がるような感じ。不入り関所もこう立ち上がって横に徐々に広がっていく感じですね。ちょっとしたことなんですけど、手前からだんだん高くしていった方がこう遠近法の関係でね、よりこう、まあ、遠目から見た時に立体的というか、あのこう遠近感がね生まれて、より広く感じたりとかっていうことがあるかもしれないですね。じゃあこの後田んぼの土を、塗り固めていきたいと思います。からちょっとポイントなんですけど、この麻布がこう石よりもはみ出してビローンと見えてると非常にこう見た目が悪くなってしまいますので、ここから土をこう押さえ込みつつ上から石をガツンと乗せると、こうやってね土を押さえつつ、上からガツンと。まあ、多少ね見えてもそこの部分を上からね、あの田んぼの土を入れていただければいいかなと思うんですけど、こういう風にしたところを麻布をねこううまく最後ね処理するのが、ポイントです。このビオトープの全てのポイントはここにあるのかもしれないですね。そんなことないですけどね。よいしょ。で石をこう配置していきます。石の城みたい、石垣。残り石があと2つだけですね。まあ、ちょっとここをね隠しといた方がいいですよね。であとここもちょっとね目立つので、こっちをこうしようか。でこの辺はね岩の間から生えてるかのようにしてもらって、はい、こういう感じにしましょうね。であとは、ひたすら田んぼの土を上から押さえ込み、なんか粘土細工やってるみたいですね。あ、そういえばグロッソスティグマがあるの忘れてましたね。完成したかのような気になっていましたけど、ちょっとグロッソスティグマをこういう岩の合間にちょっとね刺すような感じでいこうかな。であとここの部分もグリーンの絨毯になればいいと思うんで、この辺にもねちょっとだから一ポットを何等分かにして分けていきますね。じゃあまず一コマこれぐらいの量をここに行っちゃいましょうか。こうしてちょっとまず田んぼの土を入れて、田んぼの土を入れてでサンドイッチするかのような感じでね。よいしょ。あんまりねこの田んぼの土が少ないと浮き上がってきてしまうので、アクアリウムだとね1本ずつばらしてこうピンセットで植えたりするんですよね。ちょっとね私そこまで几帳面じゃないんで、これ一気にやっちゃいますけど、ここの部分にもグロッソスティグいきましょうか。ここに、田んぼの土を入れてサンドイッチ。これはねちょっと練って粘土細工作るかのような感じでいった方がいいですね。そうしないとグロッソスティグマ浮き上がってきちゃうんでね。で上から
です。その後ですね、反対側に水質浄化土を敷き詰めるんですけど、水蓮はね、水深があった方がいいので、先に設置していただいて、その空いたスペースに、水質浄化土を敷き詰めていただくというような感じです。あとは水を入れていただく際のポイントなんですけど、ご覧のように水流が直接土に当たらないようにビニールなんか敷いていただいて、ゆっくりとね、入れていただくことをお勧めいたします。ということで、このようにですね、静かに水を張っていただければほぼ、まあこのね、表面のホコリがちょっと浮き上がるぐらいで、濁らずに水を張ることができます。でね、これの置き場所なんですけどね、まあ、日当たりのいいところか、もしくはね、半日陰ぐらいのところで、管理していただければと思います。でメダカを入れる場合は、まあ、2、3日後に、まあ、しっかりと水合わせした後に、入れていただければと思います。ということで、今日は水蓮付き本格ビオトープ作成キットの、作成手順ご紹介でした。それでは皆さん、さようなら。